仮面ライダーガチャしかないってみんな誘ったんだけど、リモートだったり我慢できない人だったりラジバンダリで俺一人になったんだけれども、私ゴエモンでございます。とりあえず俺のソロ動画見る前にゴージャス動画と立ち上がる仮面ライダーガチャコラボ引いてるから、それ見てから戻ってきて。そんでさ、仮面ライダーガチャってさ、まあストーリーとかよくわからんけど、仮面ライダーそのものね、変身がかっこいいから見てたみたいなところあるんですよ。それでね、大学時代にめちゃめちゃ仮面ライダーが好きな友達がいて、めっちゃイケメンなんだけど、家泊まりに行ったら変身ベルトめっちゃ置いてあるわけで、後に親友と呼べるぐらい仲良くなって泊まりに行きまくるんだけれども、で最初俺は大学生になって仮面ライダー好きとか面白いやつだなと思ってたんだけども、ご了承させて見続けたんですよ。そしたらね、何これ、何これ、思ってたのと違う、めちゃめちゃ面白いんですけど、何これ、ストーリー深すぎるんですけどってなったわけですよ。でなってね、その頃配信されてたのが仮面ライダーガイムという仮面ライダーなんですね。でその配信されてたのが仮面ライダーガイムっていう仮面ライダーだったわけですよ。花道オレンジアームズ、花道オンステージみたいな、果物で変身するわけ。まあオレンジとかバナナとかメロンとかブドウよ。もうびっくりしたら完全なネタ切れやんみたいな感じで最初バカにしてみてたんだけど、そしたらさ、見続けて、ずっと見続けたのよ。そしたらさ、なんかもうもはや友達のベルト借りて変身してる俺がいたよね。もう変身のポーズまで完コピしてさ、もうずっと変身してた。もうほんで一番好きなのが敵キャラなんだけど、エナジーアームズっていうのが4人揃ってて、変身するシーンがもうやばいかっこいいわけで、エナジーアームズって何かっていうと、まあ俺も知らんけれども、あの変身した瞬間にソーダーって言ってシュワ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 音が鳴り響くわけよ。完全なソーダ割りよね。お酒なのかジュースなのか炭酸割りなのかは知らないけど、最初ソーダーって聞いた時に爆笑したよね。まあでもね、あのめちゃくちゃかっこいい、うおーってなるわけよ。めっちゃかっこいい、何やこれってなるわけですよ。でね、あの男の子ってね、誰しも変身の願望があると思うわけ。まあかっこよくなりたい、強くなりたい、自分しか持ってない力が欲しいみたいな、わかるこの気持ち。まあ中二心をくすぐるというか、なんというかさ、まあたまらんわけですよ。ということで今回のガチャにガイムが出なかったことが激おこなので、クーカも好きなんだよ。ちょっとクーが出たからめちゃくちゃ嬉しくて、あのどうしようかなと思ってるんだけど、いや絶対ガイム出してほしいなっていう今日この頃なわけで、いやもっともっとさ